国道416号起点福井県福井市、柳原交差点国道416号は、福井県福井市から石川県小松市に至る一般国道である。福井市大宮付近起点の福井県福井市から、道県福井地区を東へ横断し、永平寺町や勝山市を経由する。その後は北へ進み、五百峠や牛が首峠を経由し、終点である。 石川県小松市に至る路線である。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。以前は、主要地方道小松勝山福井線として県道に指定されていた。牛が、首峠付近2018年に新規開通した、福井県勝山市以北、福井、石川県境の大日峠越え 6.3km 区間は、 センターラインがない1.5車線の道路で、つづら折りで標高を稼ぐ線形であるが、見通しよくするため、道路内側は基地が確保されていて、交通量も少なく走りやすい。安全施設として、大日峠から福井県側では谷川に、ガードレール、石川県側ではコンクリート製の小まとめが設置されている。また随所に、すれ違いのための退避所が設けられ、 来日峠付近にも駐車場が設けられている。石川県側の牛が首峠から小松市街までは在来からある、いわゆる国道区間でガードレールの設置もなく、すれ違いが困難な一車線が続いている。トンネル道の駅福井県勝山市高度町。ありがとうございます。